大変だ。有馬がポスターに閉じ込められてるだと？これは一体どういうことだ。200円で助け出せるみたい。よし、100円玉2枚入れて、1枚2枚。ここを回して、出てくるかな？出てきた！このポスターに閉じ込められてるのか。よーし、確認しよう。これが、有馬が閉じ込められてるポスター。中を見ると、あ、有馬カナダ。どんなポスターなんだろう。よいしょっと。あ、透明になってるポスターなんだな。後ろは、こんな感じ。なるほど、なるほど。有馬がずっとポスターの中に閉じ込められていたら俺困るな。有馬、ポスターから脱出できますように。やった！有馬が脱出できた！元に戻ったぞ！アクアがそんなに私のことを。有馬がポスターから脱出できてよかったと思った人はグッドボタンを押してね。ああ、無事救出されてよかったよかった。助け出してくれてありがとう、アクア。どういたしまして。みんなも有馬や俺たちがポスターの中に閉じ込められていたら、お小遣いの範囲内で助け出してくれると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。今日の秘密のスクラッチ。誰が隠れてるかみんなわかるかな？最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしく。